こんばんは、佐々木ここねです。本当にたった2人で作ってるのかとか、どうやって2人で作ってるのかって聞かれるんですけど、なので、その日はお話しできたらな。3台カメラをセッティングするんですよ。1台ずつカメラの仕様が違ったり場所が違うんで、そう、画角合わせたりいろいろしたい。大体3台目セッティングが終わるぞ、よし撮るぞっていう時に1台目のカメラがピコンっていって電源が落ちるんですよ。だからまた1台目をセットするっていう。私いる場所は変えちゃいけないんで、その照明とかいろいろ変わってきちゃうから、ただピコンって落ちたのだけはわかるので、金魚さん落ちましたよまたとか、あーはーとか言って2人で言いながらやってますね。公演のシーンが組まれてるんですけど、これだけ別撮りだったんですよ。行った日にちがちょうど公園の撮影現場に向かってる時に雨がふわーって降ってきて、ね、まあ、私は濡れたところで大丈夫でしょうと思ってたんですけど、金魚さんの機材がどこにもこう雨よどりするところがなくって、公園にたまたま落ちてたでっかい発泡スチロールがあって、それを斜めにしてとりあえずその下でこうセッティングながら、じゃあいざ撮影でもカメラ濡れちゃ困るので、どうしよう。結局持っていたビニール傘はですね、金魚さんの背中にビニール傘のこの M 部分をこう刺して、こっからだから傘が生えてる状況ですよね。一応両手が空いてて雨に機材は濡れないっていう状況で、よし撮るぞって言って二人ともこうなんていうの、作品撮るぞってなったらものすごい集中力でやってるとですね、二人とも金魚さんの背中に傘が刺さってるのを忘れるんですよ。で、お危ない、金魚さん傘刺さってますから、あーそうなんだ、ごめんごめんごめん。そうなんで二人してこう雨を忘れるぐらい必死になってましたね。私晴れ女なんだけどな、おかしいなとか思いながら。そうですね、青い布をこう動かしながら舞うっていう感じかな、そういうシーンも入ってるんですけど、カメラがこう追っていけるようにゆっくりとした動きをしなくてはいけなくて、こればっかりは1年だけだけどクラシックバレエ習っててよかったなっていう。綺麗な動きをゆっくり、足を上げるのも手を何にするのもゆっくりやらなきゃいけないので、いろんなことをやってきてよかったことかなとは思ってます。でそうやってもう本当に濃密に撮影をしてて、だいたい結構余裕を持ってスタジオを撮るんですよ。なんですけどいつもそうだけど、この時はもう写真集とミュージックビデオ両方、これ撮るぞもそうなんだけど、両方撮らなきゃいけないんで、思った以上に時間が早く進むんですよ。おかしいなっていうぐらい、金魚さんあと何分です、やばいやばいとか言いながら、で最終的に10分10分ないぐらいで全ての片付けをするっていう。スタジオ出る時間に、だいたいスタジオの方がコンコンってくるんですけど、二人とももう、すごい速さで片付けをして、次の瞬間に、あ、もう別に、あ、余裕で片付けてましたけど。似てるんでしょうね、そういうとこ。モードが変わるというか。毎回そんな感じです。でもちゃんと時間通りに終えられてるので、私たちって優秀と思いながら作ってます。たった二人で作るっていうことによって、普段知ってはいたけれどもこんなに労力がかかることだったんだっていう、制作さんサイドそれぞれやっぱプロという方々がいて、音声さん、照明さん、監督、カメラマンさん、そしてアシスタントの方々もそうですし、小道具さん、大道具さんで、衣装さん、ヘアメイクさん、助監督、制作さんたちもそうですよね。もう本当にいろんないろんな方々がいて成り立ってるだなってやってみて改めて思うんですよね。本当にいつもありがとうございます。ああ助けられてんだなって自分でやると本当に思います。ブルームーン、ただいま予約発売中でございます。こんなことがあったんだな、このシーンはっていうのも含め楽しんでいただけたらなと思うので上げさせてもらいました。アートヌードなので、ちゃんとそれに沿ったミュージックビデオ、まあ、だからこそYouTube で公開はできないんですけど、そしてこれからも相方とですね、切磋琢磨して2人で作っていこうと、今も頑張って次の作品もネリネリして作っております。届くのを楽しみにしていてください。では。
風ざろうも風の頼りに体を任せて。